それで80年代以後に立ってくるとですね、米国の支配がじわ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 と日本のアカデミズム、それから論壇、それからマスコミ、でネット運用が登場して、政治の世界にどん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 入り込んで、安倍晋三みたいなインチキ左翼が、インチキ右翼が登場してくるわけですよ。それにインチキ右翼とインチキ右翼ジャーナリストとしての桜井よし子が登場してくるわけですよ。まあ、で、ね、例えば安倍さんの本読んだりするとね、安倍さんの美しい日本家とかなんとかっていう、百田直樹と褒め合ってる本があるんですけど、その本は、結局、安倍晋三が読んでる本っていうのは、百田直樹の永遠のゼロぐらいしか読んでないんですよ、彼は。いや、それで本を読んだ読んだって言ってるんですよ、いっぱい読んだ読んだって。でも読んだ本は百田直樹の永遠のゼロぐらいだっていうこと。読まないですよ、あんな本を。まともな人がね、ああいう本を読んで、いや、感動しました。こういう人がいたから素晴らしいとかなんとかって、自分の本の後書きにちゃんと書くようなね、そういうレベルの本じゃないですよ。聞いたことないですよ、ね。萩生田光一が保守ってどういうことですか？萩生田光一みたいな人こそインチキ保守でしょ？何でもないでしょ、あの人は。金さえあればどこにもついていくでしょ。それからね、桜井よし子がとんでもないこと言ってました。桜井よし子は、萩生田光一さんのは全然、裏金議員じゃないとか、今回の選挙において特徴的なことは何かっていうと、安倍政治が終わるんですって、いよいよ。で、その象徴は、八王子の、萩生田光一のところなんです。萩生田光一が選挙に当選しても、彼の出番はないですよ、はっきり言って。だから、桜井よし子は必死になって、萩生田光一のところに行って、選挙演説をぶち上げてるんです。でもね、ぶち上げればぶち上げるほど、ボロがボンどんどん文化人たちって、文化人放送局とか、なんかいますよね。山口則之とか、なんか須田慎一郎とか、そういう連中が、まだ林立ててますけど、高橋洋一とか。でもまあ、こいつらももう時間の問題だと思いますよ。桜井よし子のね、金の出窓っていうのはね、怪しいと思いますよ。萩生田が当選しようとしまいと、これは象徴的な、選挙になりますよと。安倍時代がいよいよ終わります。はい。